トライアンフ1300は、レーランドモータース参加で、イギリスのコベントリーにあった、スタンダードトライアンフが製造していた、中型、小型の4ドアサルーンである。人気のあったヘラルドを代替する目的で1965年から生産が始まり、1970年代に再設計されて、ドロマイトシリーズとなった。トライアンフ1300は、 大型のトライアンフ2000と似たスタイリングを持つ序盤に、ミケロッティがデザインしたボディの小型豪華4ドアサルウーンであり、1965年10月のロンドンモーターショーで初披露された。スタンダードトライアンフ社はこの車を人気があった、ヘラルドの後継者とすることを意図していた。1300は、レーランド発の全輪駆動の車であった。当時の主要な競合企業であった、 BMC がミニやベストセラーであった BMC1100 といった3車種の FWD 車を製品群に用していたことで、レイランドは1100の目覚ましい成功の余波がトライアンフの新型車に及ぶことを望んでいた。トライアンフは BMC の横置きエンジン配置とは異なる。縦置きエンジンの後部に下に重ねてトランスミッションを配置した。このエンジン、 ギアボックスに段重ね配置は上下方向にかさばることとなり、スタイリングの自由度に制限を加えることとなった。このエンジンは、もともとは1953年のスタンダード8の 803cc エンジンから始まったものであり、トライアンフヘラルド13-60に使用されていた 1296cc エンジンと同一のものであった。保守的なオフの直列4気筒は、 単装のストロンバーグ製キャブレター付きで 61HP を発生し、オールシンクロメッシュ機構付きの4足、マニュアルトランスミッションと組み合わせられた。前輪サスペンションは、ショックアブソーバー、コイルバネを用したダブルウィッシュボーン式サスペンション。後輪サスペンションは、トライアンフ2000と同様に、セミトレーリングアームとコイルバネの組み合わせであった。背の高いエンジン、 ギアボックスに段重ね配置にある程度影響を受けたスタイリングは幾分風代わりなものでトライアンフ2000との近似性をも強く感じさせるものであった。全部は2000の顔を潰したような顔周りに二等ヘッドライトを持ち、後部はほぼ高だトロンカ状に切り落とした非常に短いトランク部となっていた。屋根は後部窓の上部まで明確に張り出していた。 1 3 0 2は4ドアサルーンのみが用意されていた。内装は木製ダッシュボードに覆われた軽基板、木製のドアトリム、調節可能なステアリングコラム、空気を通す PVC 表皮の快適な座席を備えていた。室内換気の排出口は屋根高端の裏側にあった。車室内はかなり広く、トランスミッション部は幾分大きく張り出していたが、運転はしやすく。 かなり納得できる性能を有していた。分厚いフロアカーペットを含む標準装備はおごられていたが、後部窓のデフォッカーは用意されていなかった。背もたれは倒れなかったが、前席の高さと傾きはかなりの調節が効いた。ハンドルは上下方向ばかりでなく、前後方向へも調節できた。安全性の観点からドアハンドルはドア内張りに埋め込まれており、 衣類が引っかかることがないように排除されており、ドア窓の昇降ハンドルも同様にバネ仕掛けの埋め込み式であった。軽基板には速度計、燃料計、水温計、電圧計と円グラフ上に配された警告灯の集合ランプを備えていた。後部座席の中央には収納可能な肘掛けがあった。1968年に 1300TC が追加された。TC は 連想 SU キャブレターを備えたトライアンフスピットファイアが搭載していた高潮 75HP のエンジンを使用しており、控えめな TC バッジで判別することができた。最高速度は1300よりもかなり速い 90mph で、050mph の加速時間は11%、短縮された11.5秒と公表された。数ヶ月後に行われたロードテストでは、 メーカーの公表性能値よりもかなり良い最高速度93マイルパワーと0 50マイルパワーの加速時間10.5秒を記録した。当時イギリス国内での推奨販売価格が909ポンドのこの車に対してロードテストの記事はこう結論づけていた。1300TC はオリジナルモデルのわずか41ポンド増しであり、実のところ非常にお買い得である。 1300のエステート版は、企画段階までは進んだが、予算禁縮のために生産されることはなかった。1970年8月に1300と 1300TC は、トライアンフ1500に代替された。エンジンは 1493cc に拡大されて、有効トルクが増大したが、最高出力は減少し燃料消費率も悪化していた。顔周りはかなり簡潔にされ、 トランクのスペースを拡大するために、車体後部を延長して、デザインを新しく変更していた。全輪駆動のトライアンフ車の生産は1973年に終了した。BLMC がトライアンフ1300の代替を検討した結果、コストを最小限に抑えることを重要視したことで、トライアンフ1500になった。このミケロッティの提案モデルは、 成功策であったが球体化したオースチンモーリス社の代替者を生み出すことにマネージメント資源を集中したにもかかわらず多くの意味でトライアンフ1300はトライアンフとレーランドにとり失敗した挑戦であった BMC1100 シリーズには数種類のバッジエンジニアリング社が揃っていることが指摘されるべきであったがこのトライアンフのバッジを付けた自社内競合社はこれら BMC の 小型前輪駆動車の販売台数のどれにも届かなかった。それ以上に前輪駆動機構はトライアンフが期待したほどには操縦性と路面追従性の高さを実現できず、その背の高い構成はスピットファイアのようなその他の車種に前輪駆動機構を適用するには制限となった。 1300は作りがよく上級小型車部門ではそこそこ売れたが直径の後継車である1500はモデル途中の1973年にひそやかに後輪駆動へと転換していった。トライアンフが他の前輪駆動車を作ることはなく、さらに意味深いことに1970年からは1300も後輪駆動車へ再設計されたことでトライアンフ車の中核は1 3 0 0 c c ジンの トレドとより大きなエンジンのドロマイトといった後輪駆動車が占めることとなった。すべてのスタンダードイコールトライアンフ車と同様に DIY 整備は簡単であった。クラッチプレートは車内から交換が可能でミニ系の車とは異なり CV ジョイントの交換は電池を3回動かすだけで済んだ。レーランドの後継会社である MG ローバーがローバー75。 MG ポーランドズゴーティ260に転換した時に、再度、この荒行を出すまで1300は、イギリス産の車で、前は駆動車として生産が始められ、後は駆動車として終わった、唯一の存在として記憶される車となった。1300は、スタンダードイコールトライアンフインターナショナルの、現地パートナーであるのオートカーズの手で、イスラエルで組み立てられた。ところが、 イスラエル政府の自動車組み立てに関する奇妙な政策のためにトライアンフはこの車に 1493cc エンジンを1968年初めという早い時点で搭載することを強いられた。これは本国イギリスでこのエンジンを導入するよりも2年も先行していた。実際にはもう一つのイスラエルの自動車組み立て業者であるが創業を停止して初めてトライアンフは イスラエル内で1300の組み立てを行えるようになった。一つの風変わりな1300からの派生モデルにジープに似たポニーという農場用車両があった。ポニーは共同事業によるオートカーズ向けの専用車であったが実際には1968年までにイスラエル国内で極小数しか製造されなかった。ポニーと同じ四輪駆動機構がトライアンフ1300の ラリー使用者に使用された。このラリー使用者は1969年に転倒破損するまでにある程度の成功を収めた。4WD 使用のトライアンフ1300は最終的に諦められた。FWD のトライアンフ1300は幾分失望すべき車であったが、 その基本設計は、ドロマイトの生産が終了する1980年まで、トライアンフの大衆小型車に活用され続け、初期の投資から考えると妨害な見返りをもたらした。現在のイギリスのクラシックカー界において、いくつかの部品は入手困難ではあるが、トライアンフ130には愛好家がおり、現存する車両もそれほど高価ではない。ありがとうございます。